東京電力と中部電力は火力発電事業の統合に向けて契約書を結び、福島第一原発事故の処理費用の負担が中部電力に及ばないようにする仕組みを発表しました。東京電力の方につきましては、福島の関係の、リスクというものもございますので、その辺については当然のことながら勘案しながら今回の協議を進めてきたということでございます。東京電力は22兆円規模の原発事故の費用を賄うため、原子力事業の統合再編を進めたい考えですが、他の電力会社は原発事故の費用が膨らみ、共同事業の利益を使われるのではないかなどと慎重な姿勢です。このため8日、東京電力と中部電力の火力事業の統合に向けた共同会見では、東電の業績が悪化した場合、中部電力が共同出資会社の株式の過半数を持てる仕組みを設け、共同事業の利益を東電が自由に使えないようにすることで合意しました。